作家への道、大学4年生時代の手紙。10月3日、足長おじさん、カレッジへ帰ってきました。4年生、その上、こういう会雑誌の編集者になりました。こんなよなれた人物が、つい4年前にはジョングリアホームの住人だったなんて嘘みたい。アメリカでは一夜のうちに有名人になったりするんです。こういうことをどうお思いになる？ロックイローからこっちへ改装されてきたジャービー坊ちゃんの短い手紙。残念だがこの秋はそっちへ行けない。友達からヨットに誘われてしまった。田舎で楽しい夏を送るよう祈っている、ですって。それでいて私がマクブライド家の人たちと一緒だったこと、彼はちゃんと承知してたんですよ。ジュリアがおしゃべりしたから。あなた方男は陰謀は女に任せておくべきです。軽みが足りないわ。ジュリアは最高にうっとりさせる服をトランクいっぱい持って帰りました。虹色のリバティクレープの夜会服なんか天使にふさわしいほどの衣装。それなのに私ったら今年の自分の服は空前絶後的に。こんな言葉あったかしら。美しいと思い込んでいました。パタスン夫人の持ってらっしゃるのを真似て安い仕立て屋に頼んだのです。本物通り2つというわけにはいきませんでしたが、ジュリアがトランクを開けるまでは全くご機嫌だったんです。けれど今ではパリを見て死ね。おじさま、女の子じゃなくてよかったと思うでしょう。私たちが着るもののことで大騒ぎするのはバカの誇張だとお考えでしょう。そうです、確かにその通り。けれど全てはあなた方男のせい。不必要な装飾を癒しみ、分別ある実用的な衣服を女性に推奨した博識な大学教授先生のことをお聞きになったことある？その教授の奥さんは義理堅い人だったので服装改革をそのまま実行しました。そしたら旦那様はどうしたとお思いになる？コーラスガールと駆け落ちしてしまいましたとさ。いつまでもあなたのジュディ。追伸、私たちの廊下係の女中は青いチェックのギンガムのエプロンをしてます。代わりに茶色いのを買ってあげて、青いのは湖の底へ沈めてしまうつもり。あれを見るたんびにゾッとするんです。11月17日、足長おじさん。作家になりたいという私の希望をいっぺんにくじいてしまうようなことが起こりました。お知らせすべきかどうかわかりませんが、同情してもらいたくて。何も言わずに同情してください、お願い。今度のお手紙にそのことを持ち出して傷口をまた開けたりしないで。私、小説を書いてたんです。去年の冬中毎晩、この夏も空っぽ頭の二人の子供たちにラテン語を教えていない時にはずっと書き続けていました。ちょうどカレッジの始まる前に書き上げてある出版社に送りました。二月もそのままなので採用してくれるものと思い込んでました。ところが昨日の朝、小包みが来て、30セント切手代、受取人払い、原稿が戻ってきたのです。大変親切なお父さんのような、だけど正直な手紙がついてました。住所から見てまだ大学在住のようだが、もし若干忠告を聞いてもらえるなら勉強に全力を注いで書き始めるのは卒業後にしてはどうかと書いてありました。そして原稿係の意見が同封してありました。こういう具合、筋はすこぶる口頭向け、人物描写は誇張に過ぎ、会話は不自然。ユーモアは多分あるが、必ずしも上品なものとは限らない。努力を続けるよう作者に伝えること。他日本物の小説を生み出すかもしれない。要するにおじさま、
これは褒めてないってことね。それなのに私ときたら、アメリカ文学に特筆すべき貢献をしたんだと考えてました。本気でそう思ってたんです。卒業前に立派な小説を書いて、あなたをびっくりさせてやろうと企んでいたの。去年のクリスマスにジュリアのところにいた間に材料を集めたんです。だけど、おそらく編集者の言うことが正しいのでしょう。一つの大都会の風俗習慣を観察するには、2週間ぐらいじゃきっと十分じゃなかったのです。昨日の午後、その原稿を持って散歩に出かけ、ガス小屋まで行ったとき、中へ入って技師に炉を貸してもらえないかと頼みました。技師は丁寧に炉の戸を開けてくれました。私は自分の手で原稿を放り込んでしまいました。自分のただ一人の子供を仮装にしたような気持ちでした。昨夜はすっかりがっくりしてベッドに入りました。私はろくなものになれない。あなたにお金を無駄に捨てさせてしまったと考えました。ところがどうでしょう。今朝目を覚ましたら、素晴らしい新しい筋が頭に浮かんだの。そして一日中、これ以上はありえないっていうような楽しい気持ちで、登場人物のプランを練り始めて過ごしました。私は間違ってもペシミストだなんて言われっこないわ。たとえ夫と12人の子供がある日地震に飲まれてしまっても、あくる朝はニコニコしながら羽を着て、また別の夫と子供の一セットを探し始めることでしょう。愛情を込めて、ジュディ。12月14日、足長おじさん。昨夜は全くおかしな夢を見ました。何でも一軒の本屋へ入っていったのです。すると店員が、ジュディ・アボットの生涯と文学という新刊書を持ってきました。とてもはっきり見えました。赤黒薄で、表紙にジョン・グリア・ホームの絵、そして口絵が私の肖像で、真心を込めてジュディ・アボットと下に署名してありました。ところがページをめくっていって、終わりにある自分の母姫を読もうとしたときに目が覚めました。全く忌々しい話。もうちょっとで自分が誰と結婚して、いつ死ぬかわかるところだったのに。もし自分の伝記、すべてを知ってる作者がありのままに書いたを実際に読むことができたら面白いだろうなと思いませんか？そして次のような条件でなければ読めないことにするんです。読んだら決して忘れないこと。自分のしたことがみんなどういう結果になるか前もって知っていながら、かつ自分の死の正確な時刻まであらかじめ承知しながら一生を送ることというのです。それでもなお自分の伝記を読む勇気のある人が一体何人いるでしょう。また逆に希望も驚きもなしに一生を終わることが分かっていながら、なおかつ読みたいという好奇心を押さえつけられる人がどれだけいるでしょう。どんなにうまくいったところで人生って単調なものです。食べて眠ってその繰り返し。けれど思ってもみて、食事と食事の間に思いがけないことが何一つ起こらないとしたら、それこそ死ぬほど無味乾燥だわ。あらおじさま、インクのシミができちゃった。でももう3ページ目だから書き直しは効かないわ。今年もまた生物学を続けます。すごく面白い学科。今、栄養組織の勉強中。顕微鏡で見る猫の十二指腸の断面がどんなに綺麗かお目にかけたいくらい。それからいよいよ哲学を始めます。面白いけどつかみどころがない。問題になっているものを黒板にピンで留めておける生物学の方が私は好き。あ、また。このペンは泣き虫ね。でも勘弁してあげて。おじさまは自由意志の存在を信じますか？
私は信じます。絶対に。あらゆる行動は間接的ないろいろな原因の集まりによる絶対不可避かつ自動的な結果であると考える哲学者たちには全く賛成しかねます。こんな不道徳な説って聞いたことないわ。何をしたって誰にも責任がないってことになってしまう。もし宿命論を信じている人なら、当然ただじっと座って主の御心のままになんて言って倒れて死ぬまでそのままにしてるということになります。私は絶対に自分の自由意志と自分の行動力とを信じています。山をも動かす信念です。見ててください。大作家になってみせます。今度の小説はもう4章出来上がってるし、あと5章分は下書きができてます。大変深遠な手紙になりました。頭が痛くなった。おじさま、この辺でやめにしてファッジでも作ることにするわ。一つもお送りできないなんて残念。本当のクリームとバターボールを3つも入れて作るんですから、猛烈に美味しくなる予定なんです。愛を込めて、ジュディ。追伸。体育の時間にファンシーダンシングを習っているところ、この挿絵をご覧になればまるで本物のバレエみたいだということがお分かりでしょう。端っこでエレガントにピルエットをやってのけてるのが私。12月26日。大好きな大好きなおじさま、常識ってものを持ってるの？一人の女の子に17もクリスマスプレゼントを送ったりしちゃいけないってこと知らなかったの？私は社会主義者よ。どうぞお忘れなく。私を財閥にでもしてしまうおつもり？もしあなたと喧嘩でもしたらどんなに厄介なことになるでしょう。プレゼントをお返しするのに運送車を雇わなきゃならなくなるわ。私のお送りしたネクタイ、よれよれでごめんなさい。手編みなの。もちろん内在的証拠によってお気づきになったように、寒い日におしめになってオーバーのボタンをきっちり上まではめてくださらなければダメ。ありがとう。おじさま、1000回でもありがとうって言うわ。あなたはこの世で一番優しい方、そして一番のおバカさん。ジュディ。新年の幸福を祈ってアクブライド家のキャンプで見つけた四つ葉のクローバーを入れておきます。1月9日。永遠の救いが保証されるようなことを何かしたいと思っていらっしゃるでしょうね、おじさま。ひどく差し迫った状態に陥っている一家があるのです。母親と父親と今家にいる子が4人。上の2人の男の子は一旗あげようと出て行ったきり、美大一門も送ってきません。父親はガラス工場で働いているうちに肺病になり、すごく体に良くない仕事なんです。今では病院に入れられています。それで貯金も使い果たし、一家の支えは一番上の24になる娘の肩にかかっているのです。彼女は1日1ドル半で仕立て物をして、それも仕事をもらえる時だけ、夜鍋には花瓶式の刺繍をしたりしてます。母親はあまり丈夫でない上にまるっきり脳なしで、神様にすがってばかりいます。娘が過労と責任と心配で骨身を削っているというのに、母親は両手を組んで座ってるだけ。まるで人中を絵に描いたみたいに。娘はこの冬をあとどうしてしのいだらいいのかわからないんです。私にもわからない。100ドルあれば石炭と子供たち3人の靴が買えます。そうすれば子供たちは学校へ行けるし、少しは余裕もできますから、2、3日仕事がないからといって死ぬほど心配することもなくなります。あなたは
私の知っている一番のお金持ちです。100ドル出していただくことは不可能でしょうか。あの娘さんこそ助けがいるんです。私が言ったよりももっともっと以上に、あの人のためでなければお願いはしません。母親なんかどうなったって大して苦にしません。まるでクラゲみたいに骨なしなんだから。世の中の人たちがいつも目を天に向け、本当はそうじゃないのが分かりきっているくせに、これも皆神様のおぼし召しでしょうなんて言ってる、そのやり方が尺に触ってしょうがないんです。へりくだりというのか諦めというのか、どんなに言おうと勝手ですけど、要するに無気力な惰性にすぎません。私はもっと戦闘的な宗教を取ります。哲学は今や最低。明日はショーペンハウエルを全部。教授は私たちが哲学以外の学科もやっているってことに思い至らないらしいんです。おかしなおじいちゃん。頭を雲の中に突っ込んで歩き回っていて、たまに硬い大地に突き当たるとポカンとして目をパチクリさせます。講義をわかりやすくさせようと時々シャレをおっしゃるの。私たち一生懸命笑ってあげるんだけど、本当は彼の冗談は笑えるなんて代物じゃないの。授業と授業の間には物質は実在しているのか、それとも物質は実在していると自分が考えているだけなのかという問題を解決することにもっぱら時間を費やしていらっしゃいます。あのお張り子の娘ならもちろん物質は実在しているに決まっているというでしょう。私の新しい小説どこにあると思う？くずかごの中。我ながら打作ということがはっきりしているの。自作を愛する作者自身がそう悟っている以上、ケチをつけたがる読者の批評がどんなものか思いやられるってわけ。あとで。苦しいベッドの上から一筆。扁桃腺が腫れて2日間寝込んでます。熱いミルクが飲み込めるだけ。あとは何にも。こんな扁桃腺を赤ん坊の時に取ってしまわないなんて、ご両親はどういうお考えだったんでしょうね、とお医者様はいぶかしげ。私にわかるもんですか。私のことをどれだけ気にしてたか、それだって怪しいもんだ。あなたの J.A. 明くる朝。封をする前にちょっと読み返しました。どうしてこんなに人生をもやがかかったみたいに陰気に考えたんだか、自分でもわかりません。取り急ぎ念を押しておきますが、私は若くて幸せで元気いっぱいです。あなたもきっとそうだと信じてます。若さってお誕生日とは関係ないわ。精神が生き生きしているかどうかにかかってるものだから、たとえ髪が白くったって、おじさま、あなただってまだ少年でいることもできるわ。愛を込めて、ジュディ。1月12日、慈善家様。あの一家にお送りくださった小切手、昨日着きました。本当にありがとう。お昼ご飯の後、体育の時間を休んで持って行ってあげました。あの娘さんの顔ったら、本当に見せてあげたかった。あんまりびっくりして喜んで安心したものだから、若返ったように見えました。まだ24だっていうのに、かわいそうに。とにかく、彼女は今のところいいことがみんないっぺんにやってきたような気がしてます。今後2ヶ月決まった仕事もできて、誰かが結婚するので花嫁衣装を仕立てるのです。ありがとうございます。お恵み深い神様。その小さい紙切れに100ドルの値打ちがあるとわかると、母親はそう叫びました。お恵み深い神様なんかじゃない。足長おじさんよ、と私は言ってやりました。実際はスミスさんって言っときましたが。
でもその方をこういう気持ちにさせてくださったのはお恵み深き神様です。母親は言いました。とんでもない、それは私なのよと私は言いました。けれどいずれにせよおじさま、お恵み深い神様はきっとあなたにふさわしいご利益をくださいますよ。1万年は煉獄から抜け出せたとしても当然よ。最高に感謝してる、ジュディ・アボット。2月15日、慎みて陛下に厳重して奉る。今朝は冷製七面鳥牌と牙鳥にて朝食を罰したため、かつて味わいしたことなき茶、中国の飲料一杯、人を使わして所望なり。ご心配なくおじさま、気が触れたわけじゃないの。サミュエル・ピープスを引用してるだけ。英国史に関連して資料として私たちピープスを読んでます。サリーとジュリアと私はこの頃1660年代の言葉で話すんです。こんな言葉、チャリングクロスへ赴き、ハリソン少佐の縛り首の刑に処せられ、臓腑を抜かれ、身を四つ裂きに せられる様を見たり、かかる刑を受けつつも彼人並み優れて心地よげなきり、これかそれからこんなの、奥方と食事を共にす、昨日弟ごとの反転熱にて見まかりしとて、美しき黙服を召されたり。お客を呼ぶにはちょっと早すぎるんじゃないかしら。ピープスの友人の一人は腐った食料品を貧民に売りつけて、その儲けを国王の負債に充てるというとてもずるい方法を企みました。改革者のあなたとしてはどうお考えですか。現代の我々は新聞が書き立てるほどには悪くないと思うわ。サミュエルは女の子みたいに着るものに夢中でした。自分の服に奥さんの5倍もお金を使ったんです。世の夫族にとっては黄金時代であったと見える。次に挙げるのはほろりとさせる一節じゃありませんか。本当に素直な人だったということがわかります。本日小金のボタンつきたる雅なるキャムレットのマント届きぬ、子は大いなるついえかかりし者、願わくば神よ、つつがなくこの金相場表したまえ。ピープスのことばっかりでごめんなさい。今彼について特別論文を書いてるんです。どう思うおじさま、学生自治会が十字消灯の規則を潰したのよ。よかったら一晩中でも電気をつけておけるの。ただ他の人の邪魔さえしなければ。どんちゃん騒ぎはダメってこと。その結果は人間性というものの好見本。好きなだけ起きてていいということになると、もう起きていたくないの。9時になるとこっくりこっくりし始め、9時半ともなれば夢うつつの手からペンがぽとり。今ちょうど9時半、おやすみなさい。日曜日、教会から帰ったところ、ジョージア州から説教士が来ました。彼曰く、上層を犠牲にしてまで知性を発達させることなかれ、されど我思えらくそは哀れにも干からびたる説教なりき。またピープスになっちゃった。説教師がアメリカのどこから来ようと、カナダから来ようと、あるいはどんな宗派に属していようと、そんなことに関係なく、私たちはいつも同じ説教を聞かされるんです。そんなら一体全体なぜ説教師たちは男のカレッジへ行って、あんまり頭を使いすぎて男っぽさをめちゃめちゃにしないようにと学生たちに力説しないのかしら。今日は美しい日、冷たい空気、白い氷、青い空。お昼が済み次第、サリーとジュリアとマーティー・キーンとエリナー・プラット、お友達、
でもご存じないでしょう。と私はショートスカートを履いて田舎道を歩いてクリスタルスプリング農場まで行き、フライドチキンとワッフルの夕食をいただいて、それからミスタークリスタルスプリングに馬車で送ってきてもらいます。7時が門限ですが、今夜はおまけしてもらって8時にするつもり。いざさらば君よ、君が最も忠義、忠良、誠実、従順なるしもべなりと書き記す誉れによくす。 J. アボット。2月5日、理事様、明日は今月の第一水曜日、ジョン・グリーヤホームでは嫌な日です。5時になってあなた方が孤児たちの頭を撫でて帰ってしまうと、どんなにみんなほっとするでしょう。あなたは個人的に私の頭を撫でてくださったことが終わりですか、おじさま。ないと思うわ。太った理事さんにばかり撫でてもらったように覚えてます。どうかホームによろしくお伝えください。皮肉ではなく真面目に。4年という年月の霞を通して振り返ってみると、本当に懐かしくなります。初めてカレッジへ来た時は、他の娘たちが過ごしてきたような普通の子供時代というものを奪われていたのですから、ずいぶん腹も立ちました。でも今ではちっともそんな気しません。普通じゃできない冒険の一種だったと思ってるんです。脇に立って人生を望む有利な位置を与えられたようなもの。すっかり大人になってから世の中に出てきたので、私は世の中を見通すことができる。これはいろんなものの真っただ中に育った他の人たちには全くできないことです。自分が幸せなのにちっとも気づかない女の子たち、例えばジュリアを私はたくさん知ってます。彼女たちは幸せになりすぎて感覚が鈍ってしまったんです。けれど私にしてみれば、私は生きている一瞬一瞬に自分が幸せだということにはっきり気づいている。そしてどんなに不愉快なことが起こってもそうしていくつもりです。不愉快なことは排他ですら面白い経験として考え、どんな気持ちがするものか喜んで味わってみようと思っています。どんな空のもとにいようと、私の心はすべての運命に対して開かれている。とはいうもののおじさま、ジョングリアホームに対するこの新しい愛情を、あまり文字通りには踊りにならぬよう。もしもルソーのように子供が5人あったとしても、その子たちが間違いなく質素に育つようにと、孤児院の戸口へ捨ててきたりはしないわ。ミセス・リペットに、私の好意をお伝えください。これが正直なところ、愛をと言ってはちょっと強すぎる。そして、私がどんなにあっぱれな個性の持ち主になっているか、それを話すのも忘れずに。愛を込めて、ジュリー。ロックウィローにて、4月4日。おじさま、化身を見た？サリーと私は復活祭の休みの間、ロックウィローに来て、ここを華やかに彩ってます。休みの10日間を過ごす最上の方法は、静かなところへ来ることだと決めたんです。私たちの神経は、これ以上1回だってフォーガスン量で食事をするのには耐えられないという、そのギリギリの線まで来てました。400人の学生と一つの部屋で食事するなんてことは、疲れてる時には地獄の苦しみ。ものすごいやかましさなので、手でメガホンを作って怒鳴らないことには、前に座った友達と話すことさえできないんです。嘘じゃありません。サリーと私は歩いて丘巡りをしたり、読んだり書いたり、楽しいのんびりした時を過ごしています。今朝はスカイヒルの頂上まで登りました。いつかジャービー坊ちゃんと2人で夕ご飯を作ったところ、
あれがほとんど2年前のことだなんて嘘のよう。焚き火の煙で岩が黒くなったところが今でも残ってます。ある場所とある人たちとが結びついていて、そこへ戻ればその人たちを思い出さずにはいられないなんておかしいわね。ジャービー坊ちゃんがいなくて私本当に寂しかった2分間はね。おじさま、私が最近どんなことに精を出していると思う？証拠りもなくとお思いでしょうけど、小説を書いてます。3週間前に取り掛かって今モリモリやってるとこ。コツを悟ったの。ジャービー坊ちゃんやあの編集者の人が言ったことは正しかった。自分の知ってることを書くのが一番人の胸を打つのです。そして今度書いてるのは、私がこれこそ本当に知ってること、知り尽くしていることです。舞台がどこか当ててみて。ジョン・グリーア・ホーム、これはいい線いってます。我ながらそう思います。書くことはその日その日のほんのちょっとしたことばかり。今や私はリアリスト、ロマンティシズムは捨てました。戻るのはもっと後になってから、私自身にびっくりするような未来が始まってから。この新しい小説は何が何でも書き上げて、そして出版します。そうしてみせます。精神一等、何事かならざらん。私は4年の間あなたからお手紙をいただこうと努めてきました。まだまだ諦めてはいません。さようなら、お懐かしきおじさま。とそう呼ぶのが好き。頭韻を踏んでるみたい。愛を込めて、ジュディ。追伸、農場のニュースをお伝えするのを忘れてました。でもとても悲しいニュースです。もし感情を高ぶらせるのがお嫌でしたら、この追伸は飛ばしてください。かわいそうな年寄りのグローブは死にました。マグサを噛むこともできないほど老いぼれてしまったので、射殺するより仕方なかったんです。先週鶏が9羽、イタチかそれともスカンクかネズミに殺されました。メウシが1頭病気で、ボニーリック四つ角から獣医を呼ばねばなりませんでした。アマサイはアマニューとウイスキーを飲ませるために徹夜しましたが、かわいそうに病気のメウシはアマニューしかもらえなかったんじゃないかという疑いが濃厚です。センチメンタルトミー、三毛猫、行方不明、罠にかかったんじゃないかと心配してます。この世には心配事がいっぱいね。5月17日、足長おじさん、ごく短く書きます。ペンを見ただけでも肩が痛くなるの。昼間は一日中講義のノート、夜は一晩中不休の名作、書きすぎです。卒業式は次の水曜日から3週間目。いらして私に会ってくださるわね。でないとあなたを嫌いになります。ジュリアはジャービー坊ちゃんを呼びます。身内なんですもの。サリーはジミー・マクブライドを呼びます。身内ですからね。でも私は誰を呼べばいい？あなたか、それともミセス・リペット。でもミセス・リペットは嫌。いらしてお願い。愛と処刑と思って、あなたのジュディ。ロックイローにて6月19日、足長おじさん、教育ある人間になっちゃった。卒業証書は2枚の一張羅と一緒にタンスの一番下の引き出しの中。卒業式は例のごとし、肝心な時に2、3度にわか雨は降ったけど、バラのつぼみをありがとう。とても綺麗でした。ジャービー坊ちゃんとジミー坊ちゃんの2人もバラをくれましたけど、それはお風呂桶に入れといて、あなたのを抱えて卒業生の行列に加わりました。今ロックイローに来てます。夏を過ごしに、もしかするといつまでも。
まかないは安いし、周りは静かだし、文筆生活にはもってこい。奮闘中の作家が他に何を望みましょうや。私は自分の小説に夢中です。昼はひねもす、夜はよもすがら、そのことばかり考えています。欲しいのは平和と静けさと仕事する時間をたくさん、それだけ。ただし、合間合間に栄養たっぷりの食事付き。8月にはジャービー坊ちゃんが1週間かそこら来るし、ジミー・マクブライドも夏の間にいつか寄ってくれるはず。ジミーは今証券会社に関係していて、方々の銀行に証券を売りに田舎回りをしてるんです。今度も四つ角の全国農民銀行と私とを二股にかけてくるというわけ。というようにロック色だってマンダラ社交にかけている、かけているわけではありません。あなたが自動車旅行の途中で寄ってくださることを期待したっていいところなんだけど、今ではもう諦めてます。卒業式にいらしてくださらなかったとき、私はあなたという方を心から振り捨て、永久に葬ってしまったのです。文学史、ジュディ・アボット。